それはね、はい、そうですね。ありがとうございます。適当なことをちゃんと。いや女の人すごい、ほんといいよ、ね、すごいですよ。石井は今度は石井が点数が少し必要になってきましたか。石井はあれです、うん、28,000点、4,000点差の日本馬ですよ、うん、っていうことは結構簡単ですよ。3級で上がりでもいいし、これちょっと違ってますよ。石井は、うん、これはまだ違う、ちょっとまだ今計算、ちょっと計算ですね、ずれてますね、はい、ちょっとね、これ古いやつだ、これ古いやつ、古いやつあ、今出ましたね。今出ました、うん、ここに表示されたのが279と233ですね、日本版、はい、4600点差4,600、4,000、3級は4,5じゃダメだ、ダメだ、3級はダメだ、3級出上がりじゃ届かない、うん、26直か、まあでも1,200つもでもいいし、うん、そこまでハードル高くないですね、ないですね、はい。さあもう泉としては早く終わってほしい。茅森がね、今流派統一なんですけど、うん、シャンポアンコにしてのリーチはいいですけどね、うん、頭だと打点が安いんで、多分、うん、そうなる可能性があると落としていくと思うんですね。でドラが1個あるんで、どっち どうなるかですよ。ここで、あ、これです、これ、これ、これ3面ちゃんとは役、これは初の統一落としとかも あるんじゃないですか。ありえますよね、あると思うんですよ。ただツモ線の裏位置っていうのもありますから、あ、なるほど、ただそれは危険なんで、このまま行ってもいいし、行かない、行かない、茅森は行かない、まだ順目が早いからね、はいはいはい、すごいですよ、これ茅森がね、うん、まくり返したら、まくり返したらすごいですよ、まくり返したら相当、はい、相当すごいね、うん、はい、多分テヘペロみたいな笑顔を見せてくれますよ、ね、あ、もう普段はねこのオメガマークのおこな感じの顔ですが、はいはい、テヘペロを見せてくれるのか、はい、この顔、今はおこの顔、はい、これが通常の茅森の顔。魚谷がね、リャンシャン店なんですけど、カンちゃん残り、あとはシャンポン残り、ペンちゃん残りなんで、そこまで良くないんですよ。良くないね、打点は十分なんだけどね。だからね、これ、ま、迷うね、迷う、あ、何、あ、あ、3番リャンは打つんだ、こいつも見てるってことですかね。そうですね、うん、4と1をほぐしたくない、うん、ちょっとこう重なっている数案が重なっている3番リアマンを切りましたね。ドラが来た。いや、これで流派ですね。あ、ごめんなさい、僕石井の手とウオタニの手、あの間違えて見てましたね。ウオタニもトップになる上がりをしたいんですよ、もう終わらせたいんで、うん、まあ、この一曲でね、はい、ドラ、せっかくドラドラなんでね、あ、まあ、さあこのチュンが泉は、はい、はい、泣きます。さあ泣いた、泣いた、ウオタニが泣いた、キューピンを打って、さあ何を切る、キューピンですね、キューピン、はい、まだ遠いで、こうなるともうローピンも早く切りたいけどね。だってこれ日給3号でトップですよね。あ、ニックでもいいの、はい、もし1500は2100を積もれば OK なん で、 そうです、ね、ドラドラに越しなくていい。じゃあチューピン1枚でいいのか、はいはい、1枚でいいです。あ、これでもうチューピンいらないんだ、はいはいはい、これで十分と、はい、上がればいい、あの積もればいい、あと出場所、出場所で日給は3号、あ、OK ですね、はい、出て OK です。さあ茅森は頭が欲しいです。ああ、初が来ちゃいましたけど、これはしょうがないね、しょうがない。さあ両面チーピンで、まだ、あ、いないのか、もう山にはいないんだな。最終ここでペー切る、茅森がね、チーピンをもう切るしかない、チーピンは重ねることないので、リャンワンを重ねる、あ、来た、さあこれで来た、行くよ、メンタンピンドラ、いや、これはすごいね、これはすごい、休めのキューピンが3枚出てる。さあ、テンパイだ、テンパイ行くでしょ、酸素切る、一寸走で待つ、一寸走対サブローキューピン、リャンパソですね、リャンパソ、あ、ごめんなさい、リャンパソ、はい、サブローキューピンってどこ、すいません、すいません、一寸走対リャンパソ、いやー、ごめんなさい、リャンパソ意外と少ないね、こう見ると。あ、手の中でリャンゾーがもう使われてて、そうです、リャンゾーはもうすでにいる、ウッパソがあと何枚かあるか、1,2,3、あ、ウッパソ5枚ありますか、あと、あ、4枚かな、4枚ぐらいあるのかな、うん、一寸走行を見るとすごいいい街ですね。で、泉はいいシャンテンなんですけど、あんま行く必要がなく、さあどうだ、一発はならず、あ、なんか茅森緊張してるね、今緊張してる、うん、あ、
さあ、うそ、これもう止まりようがない。さあ、これはこれはもう打つしかないでしょ。違うんですよ、出て一回青森が上がれるんだ、うん、石今来るから。さあ出たら、かやもりがまくることにすごいなった。すごい戦いでした。すごい、これはすごい、ね、見せ場満載ですよ。見せ場しかなかったね。すごいすごいぞ、1回戦から。